一番リスペクトパトロール。あ、そうなの。リスペクト。あ、あれ、なんか、こっから俺やる。その10万はまだないで。こっから俺やる。なんだよ。ベリーは俺が使うんだよ。さっき俺同じキャラだもんな。俺ベリーよ。俺やる。どっちの自覚やるの？どっちの自覚やるの？コリだ。コリだよ。まあ使わせてあげるよ、ルーモス。しょうがない。なんかいやいや、自分で習得してない、ルーモス。すげえ。ようこそホグワーツへ。すげえ。コリーフッカー。ゲーミングルーム、今回ですね、このメンバーでお送りします。イエーイ。なんかありそうでなさそうなメンバー久しぶりですね。あるよね。あ、ないっけ。いや、あるよ。この座ってある。絶対あるよ。ある、多分。じゃあ俺の座る位置だ。俺こっちだもん。でも久しぶりだね。確かに。うん、でもそう、コージも久しぶりだね。久しぶりで最多です。なんかね、怖い。おかしいのよ、そのコージの、はい、なんかこう、相葉くんに対する態度がなんかすっごい、なんかね、普通ですけどね。まあ僕ら、まあ二人きりでもね、やってるから。え、どういうこと？ゲームしたりして、ちょっと。あ、そうなの？はい。意外なんだけど、親密度ちょっと上がってきてるんで。あと、そうなの？仕事やけど、サウナで。あれ、サウナの雑誌やってるから。あ、そうそうそう。あれに一回お邪魔させてね。そっからまた、やっぱサウナ行くと。何それ、怖い怖い。やっぱ一回サウナでたまたまね、あの玄関のとこで会った。あ、そうなんですよ。別にそれはプライベートで。がもう出るとこで、俺が入るところ。おー、あ、そう。なんかしないけどハグしてきてさ。なんのハグだろ。いや、なかなかないプライベートで先輩やること。まあそう、なかなかない。まあまあね、俺の中でも一番上の先輩。先輩。わ、すごい、すごいね。ありがとうございます。一番リスペクト。何？一番リスペクトパトロール。あ、そうなの。リスペクト。あれ、なんか、だから一番リス…マフラーもそういうことか。だからマフラーしてきてんだ。今日はちょっとコスチュームからね。え、なんかムカつくなと思って、室内でマフラーしてと思って。そう、ちょっとよくあったけど、そういうことです。今日はちょっとプレイするゲームはですね、2月10日に発売されましたホグワーツレガシー。よいしょ。これはいいね。はい、もう気になってたでしょ。正直めちゃめちゃ気になってた。気になって話してたんだよな。そう、買おうか買おうか買わないか。これまあちょっとごめんなさい、僕も先に。え、あ、もうプレイしてると。もうプライベートで。さすがゲームチャンネルのね、リーダー。うわ、すごい、なんかすごいよいしょって。ちょっとごめんなさいね、ジャニーズでもホグワーツの方でもちょっと先輩になっちゃいました。うわー、うわ、え、なんなんですか今、組み分けは。僕はグリフィンドール。うわー、え、あれって、ほんまに。まあ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 、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。さあ、というわけでね、皆さんご存知の通り、まあ、はい、僕は例えばハリーポッターというわけでですね、はい、ちょっとこちらのゲーム軽く説明させていただきますと、はいはい、ハリーポッターの小説で初登場した世界を舞台とする没入感の高いオープンワールドアクション RPG。 そう、この物語の主人公は魔法界を引き裂きかねない古代の秘密を解く鍵を握っています。なるほど。このキャラクターを操作して魔法界を巡るあなただけの冒険を繰り広げましょう。伝説はあなたによって紡がれます。なんかさ、かっこよ。力入ってますね、説明文もね。すごくない、説明が。伝説はね、でも本当にその通りだと思います。これあれ100年前ぐらいのお話なんでしたっけ。だからまあ映画とかで描かれてるハリーポッターよりも前の、うん、前の話ってことですか。そう、だから時代背景ハリーよりもだいぶ前。知ってるわとか今話してたらあるより前だろ。でも、うん、あ、このキャラクター知ってるっていうのがたまにいるらしい。なんかよく知ってるじゃない。そうなんですよ。だからハリーポッターを知ってる人は、おっ、うん、あれ、うん、あ、俺このキャラみたいな。あ、そっかそっか。ってことはみたいなことになっていくわけです。まあまあ落ち着け。俺落ち着いてるけど、お前が一番落ち着け。落ち着け、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 俺。とにかくもうね、はい、めちゃめちゃ楽しいと思う。マジ？これハリーポッター知らない人でも楽しいと思う。おぉ、うわ、めっちゃ日本語。さあ読んで、これは読み上げてください。これは読んでくださいよ。この度、5年生としてホグワーツ魔法魔術学校に入学許可されましたことを心よりお喜び申し上げます。新学期は9月の1日に始まります、うん、必要な学用品等はこちらで用意しておりますので、城への道中道中な道中だよ。城への道中にてお受け取りください。すでにお気づきかと思われますが、未成年魔法使いの妥当な制限に対する関する、関する呼んでもらって、ね、エリ・エザー・フィグ教授が事前の指導を行いました。フィグ教授、フィグ教授はこの指導の後、貴殿のロンドンから城へと引率し、送迎会、歓迎会ね、送ってどうするんですか。歓迎会と入学すんだよ。入学すんの。一昨日タイから帰ってきたばっかやから、タイ文字になる。あ、そ
そうそう、でもタイに行ってたんだね。タイに行ってましたね。焼けてるでしょ。組み分けの儀式へとご案内しますと、その下の M じゃあその下その下その下副校長、はい、マチルダ・ウィーズリー、あれ、おお、そういうこと？マチルダ・ウィーズリーって、ウィーズリー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 といえば、でもさ、そんなこん、映画の中でそういう服あったっけ？俺、いや、これはあんま聞いたことないけどな。なんかオリジナルなんじゃないですか、やっぱ。あ、ゲームの、なんか、すげえ面白い。いや、じゃあテンション上がるよね。こうやっぱここから始まるのって。いいね、行きますね。はい。さあ、こっから大変よ。いや、ちょっと長なるんだよ。これ大変です。長なるんだよ。めちゃめちゃ時間かかる。これはやばいね。今回はもうだからゲームチャンネル用やから、ほんとサクッとやりますね。はい。いや、マジ楽しいよ、でもこれ。え、バリエーションが多すぎて。俺、ね、こういう時女性にしたいんだよな。ちなみにこれは、これベースなのよ。はい、はい。で、R1 とか押すともう最初から作れるから。名前だ。じゃあ名前。イノーマルでいいっすよね。イノーマルでいい。名前？危ない、俺のいつものゲームの名前にするところやった。これ英語だけですね。スペル分かれ。え、スペル分かれ。なんて入れたん？分かった。コリ、名前って難しくない？分かる。名前難しい。しかもこれフルネームだからさ。確かに。ちょっと見られてる時が一番恥ずかしい。コリー、何の右なのそれ。はいはい、分かった。でそう、分かりましたけど。あ、まあ分かったけどさ、ポッターのスペルって何？ポッター、ポッターは P-O? P-O-T? P-O-T-T-E-R T-T-E-R これポッター、うん、コリー・ポッター。でもいいの、ポッターいいの。いや、ハリーのちょっと関係してるから、この人実はみたいな。あ、さっきのあのウィズリーみたいな感じってことにして、じゃあポッターの先祖にしたいのね。で、おもんないか、ちょっとやめますわ。コリー、コリー・ポッターだったらおもろいけどね。なんかあのタイの名前とかないんだっけ。アモンチャイ。アモンチャイ、僕のね、ニックネーム。アモンチャイかける、スペル分かる、かけないです。あ、まだ、コリーはコリーでいいか、うん、コリーいいよ。コリー、コリー、あのハイフン気になるけどな。うん、どうですかハイフン。だって要は伸ばし棒で日本っぽくしちゃって。コリー、コリーいいじゃん。あ、まあ、コリーいいんじゃない。コリーでいいか。コリーはいいよ。コリーなんかちょうだい。コリー、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 肩こり。もうフッカーでいいんじゃない？ええー。名前入れたらいいじゃん。あ、そうじゃん。フッカー。フッカーどう書くの？フッカーって FU だから FUKKA でいいじゃん。FUKK。それ H な？え？あ。F。F？ U。U？ KK？ KK？ A。A。ほんま？フッカー。これ大丈夫？ F ワード引っかかんない。大丈夫？大丈夫？魔法使い。F ワードに見えない？え、これ選べるよ。ま、魔女と。大丈夫ね。え、大丈夫？まず確認。え、コリーフカ。オッケー。コリーフカ。オッケー。まあ、これで冒険を始めるでいい？はい。コリーフカ。いいじゃん。弱そう。そこギャップ。なるほどね。さあ。うわぁ！うわ、マジ？金持ちやん、こいつ絶対。めっちゃ絵切るじゃん。これでようやく出発できそうだ。うあ、これフィグ先生じゃん。そう。できればもう少し魔法を教えておきたかった。そういうことだね。教えてくれた人だもんね。教えた呪文は練習していたかね。もちろんです。かっこいい。声ぴったりやね。お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。めっちゃ絵綺麗じゃん。ありがとうございます。そうです。入学前から手ほどきしていただいて。うわーすげーエリエさん、ジョージ、音がさ、分かりにくい説明だったと思うけど、映画のよ、見つけられた。臨場感すごいよね。姿現し電気暗くしてるんだよ。そうやね。とはいえ、1回目は目算を間違えたわけだな。ね、分かる、暗くしてるね。ウエストエンドの劇場に。あ、俺これやるなら夜中やるな。どうなるかも。あ、めっちゃやりたい。久しぶりだな。やってるけど。クロンが届いた時、私は。見たくねえな、これ。エリエさん、見たくねえ。あ、いいね。
なんか勝利も前同じこと言ってた。そうそう、ワンピースだよね。話そう。その気持ちわかるでしょ。わかる。新学期の宴会と組分けの儀式。組分けだ。いい考え。君の連れさえ良ければぜひご一緒したい。これもほんまに組分け星。問題ないです。用意してじゃない。乗りたまえ。そうじゃない。なんかそうだよ、ね、いろいろあるな。さあ、撮りました。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。え、なんか、おい、不吉な。あー、今の表情ね。おい、おい、おい、見てこれ、おい、たまんないでしょこれ。うわー、何引っ張ってる、何で引っ張ってる、うわー、え、やばね、マジで絵綺麗なんだけど、やば。お、誰だ、誰誰誰、うわー、もうなんか映画見てるみたい。変面した今。あ、変面した変面したわけじゃない、入りすぎだよ、カムキに。いいね、こいつを読んだか。出た、動き新聞やろ。動いてる。ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところだ。ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、なんだあれ、私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのはな、ミリアムが。どうやって。はあ、亡くなる前に手紙をくれてね。なんかごめん、あのいいんですよ、まあ、すごい大事だからね。喋んなきゃいけないんだけど、ごめん、止まってるわ。見っちゃうよね。返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよ、エリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。察するに急いで送ったんだろうな、守るために。ランロクの手からな、開けられないんだ。どうやら強い魔法がかかっているらしい。この光は、ああ、光だと見えるの。じゃあ私もだ。映画や。開けるんじゃん。コリーだけ光って見えてるんだよ。おい、コリー、コリー、うわ、うわ、なんだって。どうや、どうやって。待て、何、うわ、さっきのやつや。おー、落ちる落ちる落ちる。ピンチ、やべえ、いきなり。大丈夫だよ、私にも見えてる。あ、なんかね、そうそう、やばいやばい、あれをどうにかしろ。めっちゃリアルやな。やばい、やばいやばい。呪文を、手を伸ばせ。あ、うわ、アクションだ。さあ、うわ、動けるんじゃない。やっとか。うわ、気をつけたまえ。奥さんはゲームっぽくなったね。すげえ、手に入れたんでしょうか。いい、おじいちゃん結構動けるね。ミリアムは長年大昔に忘れられた古代魔術。これ服装とかも変えれるんですか。今回制服とか変えれるんですか。めちゃめちゃ変えられます。やばな、ごく一部で使われていた強力な魔法だ。時の彼方に忘れられたはず。どうする、操作。いや、いいね、滑らか。古代魔術の産物で、城自体は古代魔術の砦となる。先まあ最初なんでね。あのポートキーのところが一体どこかはわからんが、落とされるよ。古代魔術と関係があるのか。それカサスみたいな展開ならないから大丈夫。押すなよ、押すなよ、みたいな。こっちだ。あ、こっちか。はっ、なんかこれ壊せんじゃん。氷ですか。冷たくはない。おそらく何かの魔法だろう。この先に行かせないためか。すげえ、杖の練習の成果を見せてもらおう。やった、撃てる。中心に集中したまえ。さあ、R2 でこっから俺やる。その呪文を唱える。こっから俺やる。こっから俺やるって。ああ、すげえ。何した今、杖出した。出してない、なんか照射したりする。はあ。しかもさ、気づいたらもうコントローラーから音出てたの。出てた、めっちゃ。今のは何の魔法。あ、ちょっと壺にも打てるよ、壺にも打ってみて。うわ、え、すげえ、ゲージとかないんや。また例の魔法の結晶か。お、これも打てんじゃん。一体何を塞いでるんだ。これはフィグ先生、あれ広がってない。え、鏡みたいな。え、あ、そうか、こっちにおる。鏡だからか。奇妙だな。
なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。奥に部屋があるのも変ですね。確かに部屋だと私には見え。え？またあの光、ポートキーの箱と同じ。ホリーだけだ、見えてるのは。マジか。ホリー。え？一体なんだ。え？こう、何これ？何を起こす？ここに？ここは？え？信じられん。すごい。すげえ。あ、ゴブリンのなんか寝てる。音がする。いびきが聞こえますね。ゴブリン見してよ。あ、これだ。あ、おるわ。銀行みたいね、ハリー。ああ、掘ったの。銀行から出てる。しょうがない、じゃあ工事に譲ってあげるか。いいよ、しょうがないか、説明しよう。しょうがない、もうここからだぞ。ちゃんと音コントローラー持った感じ。最高。うぜえみたいな。呪文打ちたいでしょ。あ、打ちたいな。どうやって打つの。あ、ちょっとリアル受けてないから分かんない。あいつじゃないよな。うわ、世界観めっちゃ似てるわ。やっぱこれ入ってくる人がいないんだ、やっぱこの、うん、要は、うん、あのコリしか見えなかったから、あれ久しぶりだよな。ようこそ、グリンゴッツ。あー、グリンゴッツなの。グリンゴッツ来ました。マジ有名だ。12番の金庫で合ってますかな。いかに。なんで12番なの。なんかあるんだよ、ここに入ってくる。鍵はお持ちで。鍵ポートキー。ポートキーでは。ああ、持っていると。なんかやっぱこれ大事な、なんかではこちら。あれなんだよ、何が入ってるんだよ。ああ、離れるなよ。いや、いいね、いいね。そうだよね。あ、これね。はい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 。最初のハリーはね、そう、銀行行ってたよね。行ってましたよ。マジでリアルだね。いや、すごいっすよね、これね。これ映画見てからの方が思う。あの、要は、うん、後を知ってた方がね。あ、もちろん見なくてもできるけど、ゲームから入ってもいいし、そう、映画から入ってもいいし、逆輸入でもいいんだ。これっち先をこう、クリアしてというか、やって見てよ。もうさ、これこのまんま順にしてほしいよね。うわ、いや、続けてんだから、ね、こうさ、これ乗りたくない。確かにベルトなし、ダメだな、ベルトなし。いや、この回る感じ、こういうアトラクションの時どうしようね。すげえ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 。大きな富か力、あるいはその両方を持つだけの特例です。すげえ。なんでこんな冷静に座れんねん。そうなの。息を吸ってください。息を吸ってやって。うわー、そういうことか。濡れるの、ちゃんと。なんかこう、変装とかして、馬、なるほどね。で、映画でもなかったっけ、そういう。あるわけが、なんかこう、解いちゃうやつ、なんか。12番金庫は、400年以上前にグリンゴッツが設立された頃から使われております。東方の最も奥にあるんです。何入ってんの。ですので、少々距離があります。うわ、ここでどうすればいいんでしょう。わからん。君、なんか起きてます。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。そうしないとなんか、あれ、こう、フライナー、ずいぶんなもてなしじゃないか。どういうこと。どうするか。ここにはきっと何かがある。レベリオの出番か。レベリオ？光らず？出現呪文だ。こういう時に使える。鬼が出るか邪が出るか、強く燃えて集中した。なんだこれ。なんだよ。レベリオは俺が使うんだよ。さっき俺同じキャラだもんな。レベリオ俺がやる。どっちの人格がやるの。どっちの人格がやるの。え、どっちの人格がやる。コリーだ。コリーだよ。やめろよ。あ、さあ、クソ。レベリオ失敗したな、これ。こうだから。え、待って、失敗したな、これ。話しかけたら、話しかけてから。もうこれ、説明は、あ、待って、呪文を習得するんだ。俺がやるって。やべ、俺が。し、じゃあ、待って、でも一回やったよね。し、それだけやめて。一回やめた。失敗したら、こうだから。いや、待って、だって、話しかけ、うわ、ひどい。こんな人はひどい。さあ、レベリオ習得できるか。俺の見てたよ、なんて。
じゃあ一つの画面で見なくていいよ、はい、別に。うわー、レベルよ。さあ、覚えました、これで。覚えた。なんでだ、やらしてよ。あった、何やった。近くまで行って調べて。しょうがない、こっからやらしてあげるよ。じゃあ優しい。もうもちろんそんな全て俺がやるわけでも。扉だ。レベルよってやるの。また紋章か。もしかしてまた何か。はい先生、紋章にポートキーの箱と同じ光が見えます。君に手がかりが見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。先行してくれ。かっこいい。こっからや先行。レベルよ。もう意味ないの。無駄にしないで、レベルよ。ちゃんと進んでよ。行け。像がある。像だと？見えないんだよ。像。床に映り込んだ景色に像のようなものが見えるんです。どうする？立つんでしょこれ。違うんだよ。打つのか。レベルよ。おお。床に映っている像というのはこれのことだったか。こっちは見えるけど先生見えたね、レベル。床にもまだ見えます。でも像の向きが合ってません。あ、動いたら反射が光の方に向かって動きました。うん。ルーモスを唱えてる。お、来たよルーモス。なんでやねん。なんでやねん。じゃあ前だろ。一回チャンスよ。一回チャンスやろ。一発でルーモスを。これさ、こうやってできるか。やらなかったことだろ。いや、そうなの。え？やったルーモス。習得できるのか。またまた、ずるずるずる。あ、なんで。なんだこれ。長押しだ。リモタです。ちょっと。悔しい。で、何しろ。謎範囲。おぉ、さすがウッカ。なんでそれ加速する。勘がいいね。なんで加速する。いや、謎ってコマンドをね、うまく合わせて。え、俺もっと押しましたよ。いや、ここはそう、ちゃんと向きをね、合わせて。最初からなんか、言ってな、それ。まあ、使わせてあげるよ、ルーモス、しょうがない。なんか、いやいや、自分で習得してへん、ルーモス。光を追いかけてるんだ。いいよ。おお、うわうわ、チェスみたい。うわうわうわ、かっこいい。っ戦うんだ、俺がやる。俺がやっていい。いや、やっていいよ。やっぱここまでちょっと、やっぱ意地悪すぎちゃったんで。ザプロテゴ。うわおおおお。やっぱちょっと意地悪すぎちゃったんで、ここは工事に戦ってもらうか。強すぎるだろ。あれ、工事、あれ、工事通したいのに。今教えてる先生、俺にやらしてくれよ。さあ、敵の攻撃にプロテゴをかける。いける。とりあえず光るよね。これしかないんだ、これ今。プロデコ。プロデコ？そう。三角？ルーモスや。そう、それがプロデコです。これ何？敵の攻撃が来たら、プロデコ。あ、サボタミング！おーい！そう、スティッフカウンターみたいな感じね。ちょっとルーファイ！うわー！先生、大丈夫ですか？スティッフカイはちょっと次の段階なんですけどね。あ、そうなの？早いですね。先生のそばにいる。めっちゃおもろいぞ。先生のそばにいるんだって。え、消えた。さあ、探れちゃった。あれ先生。先生ファイク先生。先生どこですか。これはまずい。どこに向かえばいいんだろう。こっちでしょ。なんだろう、魔法の光が案内しようとしてるみたいだ。こっち説明してくれる。ありがとう。うわあ、あそこに行けと言ってる。そうだよね。お、交代。いや、めっちゃおもろい。強いの。面白いっしょ。これやばい。あ、そうとか。なんかね、コントローラープレゼン5やろ、この振動がね。うん。あ、違う、その前あっちか。レベルよ。オッケー。今度は一人でやらないと。そう。三角であれだよ。うん。で、終わり。え？え？ちょ、おもろいで。そういうことか。お、ってことは、2個だから3個。3タオルやか。やるしかないか。戦わないと出られない。こういうことだよね。はい。だから場所を。さあ、どうやってあのマークが出たら、これで三角で。マーク出たら三角で。そうそう。で、長押ししとくと、あのそのまま
一人いっぱいで、あ、長押ししといたら、なるほど、敵いっぱいいるよ、いいね、ストリートファイト、いいね、噛むな、ストリートファイト、余裕やね、もう一回食い、どこで、やっぱこう堂々としたらかっこいいよね、うん、今ちょっと倒してくれ、いいね、いけ、マートはもう倒してください、オッケー、いいよ、違う、早い、ね、こうジャンプしながら、ね、であのまるでなんか転がってあのドッジロールみたいなのができるんで、あ、そうなんですね、それおもろいおもろいやん、これだけどもね、魔法覚えれるわけでしょ、そうだね、エクスペクトパトローナーもできんじゃん、ちょっとあげ、いや待って、どう、もっともっと戦いたいでしょ、これやばいな、でも有岡くんがやったやつは、うん、やった、ここではやったでしょ、下引きしてくださいよ、まあやっぱちゃんとね、まあ、フィグ先生見つけるぐらいはちょっとできますよ、フィグ先生見つけたら変わってください、はい、おーおーお前さ逆だよ、その見つけてからあるもう見つけたらもう交代です、もうでもあれですよ、こっからうわ、これなんか見たことあるんだけど、あれじゃないの、いやこれはもうこっから2人やった方がいいよ、どっちか、マジですか、じゃあふっかさん優しいな、やっぱふっかさん頼むよ、なに、あれこれあれじゃん、このまさか、あの、違う、それなに、それなに、ダンブル動画ってやつ、ま、記憶抜けちゃう、あー、あれ来た、あ、無事だったか、どうやって、ここは一体なんだ、わかりません、さっきからこのキャラクター自分で作ったけどさ、うん、A グループのあの水門にマサヤに見える、確かにそれは水門で、確かに佐野マサヤに見える、ペンシーブ、記憶を見るペンシーブ、いやそうだ、ペンシーブ、そうだぞ、もしあれかの入ってんの、あれフッカーが買った香水じゃないか、あれ買った香水だ、今日買った今日買った高い香水だ、15ml 15ml でするやつ、ね、さあこれいいよな、映画の世界や、え、これすげえ、ええ、これあのゾウの人じゃん、違う、あ、確かに似てるよね、記憶ですね、すげえ、お、いっぱいいる、終わったぞ、ポートキーは隠したが、我々の作った道がどうなるか、大丈夫、心配ない、古代魔術の痕跡を見られる者が必ず見つけてくれるぞ、そうなんだ、パワー縛る、見えないものが見えるだけではダメなんだ、この道を歩む者には大きな秘密が託される、血まなこになって狙う者がいてもおかしくない知識なんだぞ、うん、分かってる、私たちが用意したこの試練を乗り越えられる魔法使いなら問題ないはずだ、その知識と責任を任せられる、できることはしたが、あ、これこれ、はい、これだよ、これもしかしてこれか、君に見える光は、そうですね、驚いた、魔法が見えてる、いや、これは古代魔術の痕跡だよ、ミリアムはずっと存在を信じていたが、一度も、何者だ、わかりません、ですが入ってはいけませんやはりそうだったか、ランロック、ランロック、新聞のやつ、あ、それか、そう、俺のことを知っているのか、誰もラッカムの金庫を訪れないのではと思っていたぞ、一体なぜここに、
その必要はない。ただここで見つけたものを全て汚せ。そうすれば見逃してやる。おい、よく見るシーンよ。手で古代魔術やべ。おお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 、他の人が入ったから。おお、守ってんのかなこれ。他、ええ、だから守ってんじゃん。そういうこと。強そうだ。やべえ、頑張れ頑張れ。先生こっちです。先生やべ、リム先生、先生やべ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 先生。ああ、え、うわぁ、そういうことか。ここから試練に。やべやべ。怪我はないか。はい、優しい。今度はどこですか。どこだここは。どこ。信じられん。どこ。あのペンシーブにロケット、そしてその両方やつ。やばいんだけど、ちょっと君のようなものを。行こう、大きい大きいカメラさん。じゃあ聞いて。あ、うわ、来たまえ。来ましたよ。儀式が待ってる。あ、今からホグワーツ。やべ、うわー、うわー、いや、ここ何度見てもいいわ。なんだっけ、3分の4分の3。9と4分の3番線。それそれそれ、やべえ。いやー、すげえ。オープニング、そうだ。ここがなんかちょっとこう物語の説明と、なんかこう操作を教えてくれる、そのチュートリアルが終わってオープニングです。いや、めっちゃ鳥肌立つよね。映画や。うわ、ホグワーツレガシー、素晴らしい。どの魔法で戦うかはあなた次第。エクスペリアンス。いや、ちょっとなんか乗っけてきたな。スーじゃんそれ。スーじゃん。スーじゃん。スーじゃん。この世界にはあるかもしれない。すげえ。うわぁ。さあ、からです。なんかプレイ時間長そうやねこれ。ああ、いや、もっとじっくり、じっくり自分のペースやった方がいい。服には詳しくないが、お、その方がらしく、きっとな。さて、すぐにでもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡だ。ジョージの死を伝え、ランロクへの注意を促す。ジョージさん死んだ。うん、そうだ。今夜のことは秘密にしておいてくれ。私と君の。もちろんです。もちろんです。ありがとう。組み分けに出よう。まさに行くわけですか。ようこそ。アドリブ。アドリブで。かけなさい。まあまあ、ちょっと見ててくださいよ。この星を描いて、うん、グリフィンドールやろ。はてさて、グリフィンドールがいい。グリフィンドールがいい。君の中には何かが感じられる、何らかの感覚。うん、これは何か。さあ、迷っちゃう。どうするコリー。勇気、好奇心、忠誠心、野心。俺はもう勇気です。勇気だよね。勇気か好奇心だよ。勇気でいくね。もう勇気でいいのか。え、なんだこれ。自分の勇気か好奇心やね。忠誠心だよね。好奇心も大事だね。どこ入りたいの二人は。グリフィンドール。グリフィンドールがいいんだ。はい。コリーはグリフィンドール。ああ、待って待って待って、勇気じゃない。勇気だ。勇気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 で冒険心。まあ、いろんなものを壊れた。あんま喋るな。おっぱかやろ。おや、お、いいよ。飛び抜けて果敢な勇気の持ち主だ。大胆不敵、未知なるものに屈しない人間。必要ならば一人でも前。いや、みん、違う。グリフィンドールかもしれない。でも、グリフィンドールじゃない気がするこれ。お、グリフィンドール。もっと発表してくれよ、グリフィンドールって。あ、じゃあ同じ量の仲間ですわ。あ、よかった。グリフィンドールですか。僕もグリフィンドール。じゃあこれ、この量いい、ね、これ、もうもちろん。あ、別の量選ぶと。じゃあマジでこれによって変わるんですね。グリフィンドール、うん、来たー。おめでとう。おめでとう、コリー。
すげえ。ようこそホグワーツへ。すげえ。ポリフッカ。さあ、ほら寮のローブにも着替えた。おわー。でもなんかどこの組行っても楽しいやん。いや、そうなんですよ。まあね、やっぱイメージ、そのハリーのイメージがやっぱあるから。そう、ハリーじゃない世界で。まあね。派手な投稿だったね。はじめまして、ウィズリー先生。私はウィズリー先生、新入生を談話室に案内したまえ。そうなんですよ、ウィズリー先生。かしこまりました。だからロン・ウィズリー の、その改めまして、先祖というか。よろしくね。こちらこそ、はじめまして。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。ついておいで。ただ当時は合言葉を覚えられなくてね。この人もいるよね、映画に。合言葉は、え、あったよね。合言葉はグラータドマム。これ違ったっけ。違いますよ。あ、ちょっと違うな。変わってますよね。お入り。いいね、こんな魔法魔学校があったら楽しいよね。これから忙しくなるよ。では明日最初の授業に連れて行くからね。ありがとうございます。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。魔法の、いいね。ちょっと言われてよ。マントとかあるんかな。あ、あれ透明マント。映画やん。マジで綺麗だな、本当に。クオリティが。うわ、あ、俺、すいません。マネージャーさんいないよね。今日帰り、あの電化、あそこでいいよね。あの、みんな有楽町一回やって。何もしてない。さあ、談話室。おだだだ、ところで今日はここまで。ちょっと待ってよ、待ってくれよ。まあ無事に入学できた、ね。まあまあ入学はできましたよ。で、まあグリフィンドールに寮も決まりましたと。いや、いいね。ちょっといいね。たまんないでしょ。ああ、これちょっと買いに行こう。まだまだ本当始まったばかりですから。まだからまだ序章の序章ぐらいに好きなんで、はい、序章もいいとこです。そうだよね。だってまだほら自分の杖とか持ってないじゃん。え、杖もないですよ。じゃん、だって、まだだって今仮分だから。お下がりのあれですから。この魔法冒険どう進むか本当にあなた次第です。エクスペリアムス。いやいやいや、スーだね。スーだね。差し上げます。もうでもちょっと楽しみ。はい、というわけで今回はここまでということでしたけども、はい、ちょっとね、引き続きやっていきたいと思います、はい、というわけでこの動画がいいと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。